そしてサイズがでかい。はい、皆さんおはようございます、ヤスです。今回はですね、こうでシロギスを狙ってみたいと思います。最近のですね、釣果でシロギスが結構岸に寄ってきてバンバン釣れるっていう情報が入りまして、今回ちょっと狙いたいなと思っております。まあ、岸から近いところっていうことなので、まあ遠投ではなくてちょい投げロッドを使った、まあ、簡単な仕掛け、簡単なロッドでシロギスの方を狙っていきたいなと思っております。ちょっと今日はですね、暑くなるということで、まあ、今6月なんですけど、もうちょっと30度を超えるということなので、まあ、熱中症に気をつけながら楽しみたいと思います。はい、ということでね、2時間押しでなんとか着きました。本当はですね、向こうのサーフでやりたかったんですけども、人が多くて釣る場所がなかったので、とりあえず、釣りができる場所があくまでここの河口付近でやりたいと思います。はい、今日の仕掛けなんですけども、こちらですね、立つ天秤スマッシュに一本針、そして餌は青い染めですね。そしてロッドとリールなんですけども、ロッドはダイバのコンパクトロッドですね。あとリールの方はこちらも、ダイバの2500だったかな、クレスト2500ですね。これにナイロン2号ですかね、今ナイロン2号を巻いてありますね。まず1投目、まあ、最初は何が釣れるかわからないので、ちょっと軽く誘いながらやっていきたいと思います。ちょっと巻いて餌を動かしたら止める。そしてまたちょっと餌を動かしてアピールして止める。これの繰り返しですね。ここの地形なんですけども、まあ、砂とあと下の方にちょっと石がゴロゴロ入ってる状態なので、秋口とかハゼとか狙えるかもしれないですね。去年はですね、ここちょっと工事やっていて入れなかったんですけども、今年もし工事が入ってなければちょっとハゼを狙いたいなと思います。当たりがありましたね。あー、乗らなかった。あー、乗ってないか、乗ってないな。あー、やっぱりちょっと餌が伸びきってますね。ちょっと交換してもう一度投げ直したいと思います。はい、ということでちょっと場所を移動してきました。先ほどのところはもう全然あの後反応がなくてですね、何も釣れなかったので、あとサーフの方もですね、場所が全然開かなかったのでちょっと移動してきました。こちらはですね、神奈川県の大磯になりますね。大磯のサーフにやってまいりました。ここで今度はシロギスを狙いたいと思います。いや、それにしても天気が良くて人も少なくて釣りしやすそうですね。それでは場所変え1投目やりたいと思います。ここはですね、去年の年末ぐらいですかね、
あと今年初めにですね、確か白ギスをあげたところですね。まあ最初なんで投げてちょっと軽く誘ってみたいと思います。まあ、ちょっと日が昇って今10時ぐらいなんですけども、ちょっと時間が遅いかなって感じもしますが、まあ、入ってきてれば白ギスは釣れると思います。去年の年末ぐらいの時期はですね、もう岸からだいたい 20-30m ぐらいの近場で全然釣れてましたね。まあ、今6月なんでどこまで寄ってきてるかなんですけども、ちょっと当たりがないのでもう一度投げ直してみたいと思います。次はですね、ちょっと誘って待つ時間を長くしたいと思います。だいたいちょっと誘ってから30秒、1分ぐらい待ってみましょうかね。お、当たりありましたね。来ましたね。あー、乗ってないかな。乗ってないかもしれないですね。あー、乗ってなかったですね。あー、やっぱり餌取られてますね。でラインの方も傷ついてないので、おそらく白ギスだと思いますね。ちょっと餌を変えてもう一度投げたいと思います。お、当たりかな、当たりかな。お、伸びましたね。乗ったけどなんか当たりちっちゃいですね。波でバレましたね今。まあ、でも今の形からすると多分フグですね。あー、ちょっと餌もなくなってますね。それちょっとですね、餌のサイズ変えてみました。まあ、2センチぐらいで、まあ、針の血元を隠すような感じ で垂らしはですね、まあ、5ミリ程度ですかね。5ミリ程度でやってみます。まあ魚が一口で針まで食べれるような感じで、それとですね、ちょっと当たりがあっても完全に魚が飲み込むまで待ってみます。まあ、白ギスならいいんですけども、フグだとちょっとハリスを切られる恐れもあるんですが、まだ何の魚かわからないのでちょっと慎重に誘ってみたいと思います。当たりありますね。ちょっと長く待って、この辺りのような大きな当たりがあったら合わせたいと思います。来たかな。これは来たでしょう。これは来たと思いますね。ちょっと波が高いんでね、割れやすいんですけど。これはもしかして、お、ビッグサイズ、ビッグサイズの白ギスです。お、いいサイズですね。やりました。ちょっと暴れて、なんか取れないですか。
めちゃくちゃ綺麗なシロギスですね。やりました。やっぱり先ほどはですね、ちょっと待つ時間、当たりがあってから待つ時間があったので、しっかり食い込んでましたね。お、来た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 。来ましたね。あ、いい当たり。これも多分キスだと思いますね。わー、またビッグサイズ、ビッグサイズ回りました。またいいサイズのキス釣れましたね。なかなかいいサイズ回ってきてますね。やっぱりですね、最初アピール力をちょっと上げるためにカラシを長めに取ってたんですけども、まあ、一口でシロギスが飲み込めるサイズにするのがいいみたいですね。ちょっと当たりがあってから長めに待ってた方が良さそうですね。今2匹目のやつはちょっと飲んでたんですけども、やっぱりそれぐらいまで待った方がいいと思いますね。お、また当たりですね。ちょっと待ちたいと思います。いや、この当たりないですね。乗ってないかな。ちょっと乗ってないかもしれないですね。今のはちょっとどんどんやっていきたいと思います。これもしかしたらフグがいないみたいなので、2本針3本針でやったら連掛けいけるかもしれないですね。ちょっと後でやってみたいと思います。まああと1匹釣れたらちょっと挑戦してみたいと思います。いやー、さっきからですね、ちょっと当たりがなくなってきてですね、ちょっと投げる方向を変えてみたんですけど、あー、来ましたね。ちょっと正面がですね当たりなかったので、ちょっと左の方に投げてみたんですけども、バレちゃったかな。あ、バレた、バレた。あ、そして餌もちょっとちっちゃくなってますね。ちょっと付け替えます。はい、次はですね、ちょっとこの仕掛けを変えてですね、この2本針でやってみたいと思います。よりもちょっと大きくなった感じですかね。いや、いいサイズ。ただいいサイズだけど、連掛けじゃないですね。いや、いいサイズで、しかもめちゃくちゃ綺麗ですね。やりました。次はちょっと連掛け狙いたいと思います。ちょっとですね、この100均のダイソージグがあったので、これでナブラにちょっと突っ込んでみたいと思います。ナイロンは2号なんでね、あまり激しいファイトできないんですけどね。
いや目の前すごいっすね。わあ、いいサイズのこの城ですかね。がっつり食ってますね。いやこれは面白いですね。いやだいぶ当たりがなくなりましたね。日が昇ってきたんでそろそろ釣れない時間か。あ、いや来た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 。よしよしよし、ついてるついてる。オッケー、シングス、またまたいいサイズのシングス。よっしゃ、口元ギリギリでしたね。終わりました。いや釣れないですね。当たりなくなっちゃいましたね。おいや、めちゃくちゃ手前。波打ち際5、6メーターっていうところですね。あ、なんだ、あ、おっしゃ、来た。いや、めちゃくちゃ近く見ましたね。ほんと波打ち際の5、6メーター先。お、やった。しかも巨大な魚の群れが入ってきてますね。やった。ちょっとサイズがちっちゃくなりましたけど、来ましたね。シロギス釣れました。いやお昼回ったら当たりなくなりましたね。東の方に逃げたのか西の方に逃げたのか、それとも暑くなってきたのでね沖に逃げたのかもしれないですけども、当たりなくなりましたね。もうちょっとやって釣れなかったら終了にしたいと思います。お、お、来てる。来た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 かな。あー、バレたか。あ、いや、いや、ついてるかな。あ、いや、バレたっぽいな。あー、ちょっとバレましたね。ただ餌がまだ生きてるので、もう一頭投げてみたいと思います。だいぶ餌もねなくなってきて、サイズの大きい餌しか残ってないので、ちょっとシロギスには餌が大きすぎるかなって思いますね。なのでちょっと飲み込む時間をもう少し長くしたいと思います。はい、ということで、まあ、当たりがなくなったので本日は終了となります。そして釣果はこちらですね。いやー釣れましたね。このシロが2匹とあとシロギスですね。まあ、20センチぐらいのシロギスが1、2、3、4、5、6匹ですね。まあ、時間で言うとそうですね、10時ぐらいから始めて今まだ1時半ぐらいなので、3時間ぐらいっていうところですかね。3時間半ぐらいですかね。でこれだけの釣果が出ました。もっと早い時間から午前中の朝7時とかそれぐらいから入れたらもっと釣果が出ると思いますね。まあ、次はですねもう少し早く来たいと思います。サーフでもちょい投げでこれだけ釣れてしまうので、ぜひ皆さんやってみてください。サーフでちょい投げ、これからの時期はですねいろんな魚も釣れますのでね、でサイズも大きくなってきますので、ぜひ楽しんでみてください。それではご視聴ありがとうございました。ではまた。
Thank you.